クイズ協定ダービーは2004年10月から2006年まで日本レジャーチャンネルで放送されていた協定をテーマにしたクイズバラエティ番組 TBS で放送された人気クイズ番組クイズダービーの姉妹版でもありスタジオセットや番組内の BGM さらには本編前のオープニングキャッチまでが本気に似せた作りになっている当初は全日本選手権競争の pr 番組として制作され、その後も特別番組として2回放送された。これらがいずれも好評だったため、2005年4月からは月1回の定期番組となった。2012年現在、ニコニコ動画内にある JLC の公式チャンネルニコニコボートレース JLC にて過去に放送された番組動画が有料配信されている。基本的なルールは、 本家、クイズダービーと同様、毎回3チームの出場者と5人の回答者が登場。協定に関する様々なクイズを10問出題し、出場者は誰が正解するかを予想し、持ち点を範囲内でかける。回答者には問題に応じた倍率が設定されており、出場者が指名した回答者が正解した場合は、掛け点に回答者の倍率をかけた得点が与えられ、 不正解だと、掛け点分がマイナスとなる。ただし回答者が全員不正解の場合は、点数の増減はなく掛け点はすべて変換される。なお本家とは異なり、この番組では、掛け点を掛けた時点で、持ち点が減る仕組みになっている。10問終了した時点で、最も持ち点が多いチームがトップ賞となり、トロフィーと番組のセットをモデルにしたミニチュア模型のフルセットがプレゼントされる。 さらに10万点を超えてのトップ賞だった場合は賞金10万円がプレゼントされる。なお問題は視聴者が投稿することもできる。採用されると前日のセットミニチュアのレギュラーセットがプレゼントされる。また毎回現役の協定選手からの出題も1、2問ある。番組では協定のレースに見立て枠を合邸と表す。なお倍率は 1>, 1号艇には5倍から6倍、2.5号艇には3倍から4倍、3.24号艇には2倍から3倍がつくことが多い。また小島は回答を諦めることが多く、堂々とわからないと書くことがあった。ありがとうございます。